さんがコロナウイルスにかかっているっていうのを昨日見ましたけれどもその後にまあ今日ニュースエンタメニュースやら携帯のニュースでは想像以上にやばい状況だっていうのが書かれておりました一部では解放に向かっているっていう のもあったけれどもそれがなんか違っているっていうことを書かれています想像以上に深刻な可能性もある僕が見た携帯のニュースは意識混濁状態にもなっているっていうふうな状に書かれていました まあ正直、前にまあ手術されたというのもありまして、それで体力落ちていたときに、コロナウイルスに感染して、一気に悪くなったっていう風なことでしょうということですが、正直。 70っていうのが、なんか信じられないぐらい、まあ元気というか、イメージが、若いイメージっていうのが強いから、なんていうのか、本当に70っていうふうに、まあニュースで今回70って出されていて、正直それに一番驚きましたね。 まあでも、予断を許さない状況っていうふうなの、書かれていることもありますし、まあ人工心配っていうのも、書かれている。ちょっとこれは、人工心配って、本来、まあ、 <laughs> 全身麻酔とか肺とか心臓の方の手術をする際に一時的に肺や <laughs> 心臓に血液を送らないようにする代わりに肺と心臓の役割をする機械のことなんですけれどもそいつをつけられてるってことは。 自発、自己的に呼吸するっていうのがめちゃくちゃき、めちゃくちゃきつい状態ということでありましょうから、もう正直、めちゃくちゃやばい状態だっていうことがよくわかりました。とにかく、まあ、 病院のスタッフの方は、まあとにかく解放に向かわせるために、まあありとあらゆる効果的な治療をされますけれども、最終的にはご本人の体力ですから、とにかく志村さん、頑張ってください。